ひばりクラブの第1回目はですね、あまり格調が高くないんですけども、レジ袋。まあしかし私も多くの人もそうですけど、あまりに日常的なので、今度のレジ袋はひどかったですね。まあ経産省が罰則付きの省令を作ったっていうのもひどいですし、まあ私たちめんどくさいですからね。ただ今まではそういうのをこの国規模で直そうなんて思ってたんですけど、今度はこれひばりクラブですから簡単なんですね。私たち自身がよく事実を知って、それで明るい気持ちで、楽に生活するのをやればいいんですから簡単なんです。まず石油はたっぷりあります。とにかくだいたいまあシェールオイル、シェールガスも含めますとね、私は私の見解ですよ、これ。別にまあ世界の資源学会も大体同じようなもんだと思うんですが、日本だけが特殊なことを言ってるんですが、石油はたっぷりあるんですよ。まあ4000年は間違いなくあります。4000年も経てばですね、石油ってもう使わなくなってますよ。だって石油を使い始めたのが1900年で、まだ120年しか経ってないわけですからね。まあだからなくなるはずもないんですけど、まあまあ、石油はたっぷりある。まあこれもひばりクラブですから簡単ですよ。日本人全員に言う必要もないし、 NHK がとにかく石油がなくなる、30年でなくなる、30年でなくなるって言い続けてきたわけですから、よくNHK も訂正しないですね。だけどこれひばりクラブだから腹も立たないんですよ。それからプラスチックは分解します。実験したかったらですね、外に庭にですね、ちょっとレジ袋ぐらい吊るしといたら1年も経ったらボロボロですよ。それでプラスチックって鎖なんですね。長い鎖なんですよ。だから1箇所切れたら半分になり、2箇所切れたら4分の1になる、3分の1になるんですね。ですからどん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 切れていってボロボロになってくるんですね。でボロボロになってくると今度微生物が食べやすくなってきますから、どん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 まださらに食べますんでね。だからプラスチックの原料であり石油はたっぷりあるし、プラスチックはどんどん分解するんだから何の心配もありませんよ。なんか NHK が、外でも分解するプラスチックが開発されたなんて、また嘘っていうか嘘のような、本当に見えて本当は嘘でそれが本当に見えるっていう話を流してましたけど、もちろん1980年代にですね、ものすごくいっぱい生分解性プラスチックが開発されてるんですから、それの2番煎じにしか過ぎないんですけど、そんなことは絶対報道しませんから。もう嘘を報道したいんでね、しょうがないんですけど、だけど全然これはひばりクラブなんで問題ないんです。何も心配がないんです。それから同時にお金が欲しい人がいるって、嘘をつきたい人がいるっていうのももう納得しときゃいいんですね。このクラブ、これはここのブログはひばりクラブだけの人が幸福になるためのブログなんで、他の人たちがどう考えたって構わないんですよ。ただレジ袋が友情になりましたからね、どうしたらいいかっていうことはちゃんと考えておかないといかんですね。で他人は説得しないと、もうアホらしくても経産省とか NHK とか政府とか説得してられないと、まあ、仇は選挙でレジ袋を応援した人たちを落としゃいいだけのことですね。ひばり主義はですね、この場合どうかというと、ポケットにレジ袋を突っ込んでおくんですよ。まあ女性だったらなんか袋に、持ってる袋にですね、レジ袋の古いやつを突っ込んでおくんですよ。それでそれを柔ら出して、これでこれに包んでくださいって言えばいいんですからね。それがマイバッグですから、マイバッグ、エコバッグで一番いいのは、一番エコなのはレジ袋ですからね、なんつったって。ですからレジ袋がいいんですね。ただね、今日ね、私新幹線に乗るときにすごい急いでたんですね。もうギリギリになっちゃって、まあギリギリな、私ギリギリで新幹線待つってことないんですけども、たまたま違うあたりにこうぼやっとして他の仕事してましてね、気がついたらもう電車が入ってきたっていうんで、うわっつってですね、それからお弁当も買わなきゃっつって、お弁当をすぐ買ったらね、この店員の人がね、女の人がね、やっぱ気が引けてんでしょうね。ちっちゃな頃で声でもそもそ言ってるから、何ですかって言ったら、レジ袋が有料なんでって。それはね、あんな簡単なレジ袋3円で売るっつったら、やっぱり気がとがめますよ。普通の日本人ならね、悪徳の加担をしてることは明瞭ですからね。で、ああいいですよって言ってね、
弁当箱だけ駅弁ですよ、駅弁の袋、箱だけ持って電車に飛び乗ったんですよ。だけど困ったのはですね、食べ終わって捨てるのに困ったんですよ。つまり若干ベチャベチャしてますからね。だからどうしたらいいかなと思って、その時指定ゴミ袋っていうのは新幹線売ってないんですよ。新幹線指定ゴミ袋って売ってないんですね。これお笑い草ですからね。だからどうしようかなと思ったんですよ。でちょっと腹も立ってたから、いいや、このベチャベチャしたまで、これは JR がやってんだから、別にベチャベチャしたままでシートにそのまま掘り出しとこうと思ったんです、実は私ね。だってかつて私 JR のその車掌さん聞いたことあるんですよ。なんかね、放送でうるさくね、弁当の殻を捨ててくれって言ってたから、だから車掌さんが取った時に、この JR は前の人が使ったシートをきれいにして次のお客さんに渡すのはお客さんの責任ですか、 JR の責任ですかって、 JR の責任だって、正直な車掌さんでね。だからまあいいや、大体そのレジ袋有料ですなんて言うんだから、結局捨てる方法はゴミ袋って売ってないんですよ。だからもうそうしようと思って、降りる寸前までべちゃべちゃした袋をそのままそのシートに置いといたんですけどね、やっぱりちょっとね、角が立つな、ちょっとこれ腹いせでやってるなんてよくないなと思って、結局最後カバンを持った時点でそのべちゃべちゃの袋もそっと持ってですね、それで駅の備え付けの、ゴミ袋ですね、ゴミ箱、あれに入れたんですけど、結局は。だけど僕は一回このブログに書いたことあるんですけど、4分割するして入れるゴミ袋ですね、レジの、駅の、新幹線の駅の、分別の箱ですよ。あれから一回僕は待合室でいるときに、掃除の人が来て、4つの箱を一緒にまとめて入れてましたからね。それは分別なんかあんなのしたってどうにもなりませんから、あれも嘘なんですけどね。まあ嘘が横行してる、それはもう全然今度のひばりクラブでは問題にしません。やってくれと。そんな惨めな人は惨めな人で人生送ればいいじゃないかっていう感じですからね。それはそれでいいと。我々はポケットにレジ袋を突っ込んでそれを使って、今度捨てるときはね、特に JR の場合はゴミ袋売ってないんですからね。だから捨てようがないんですよ、実は。今までだったらちょっとコーヒーでもちょっと残った袋でもあったらですね、丁寧に洗面に行って捨ててくるっていう手もあるんですけど、蛇口がありませんからね、だから難しいんですよ。だから結局ものすごく残ったやつはそんなことしませんが、少し残っててもそれレジ袋に入れれば、それでゴミ袋に捨てる、ゴミ箱に捨てるんですけど、今度はそれできませんからね。どういうふうにしたらいいか、ちょっと何回か経験してるうちに考えます。いずれにしても石油はたっぷりあって、もう何の心配もありません。それからプラスチックは分解しますから残ることもありません。コスタリカの亀の鼻にストローが突っ込んだやつはですね、私の情報によると、こういう情報を確定するの難しいんですが、アメリカの学生が遊び半分というか、多分金もらってると思うんですが、コスタリカに行ってですね、亀を捕まえて無理やり鼻にストローを突っ込んだものと思います。というのはですね、亀なんていうのは野生動物ですからね、ストローがですね鼻に入るまでじっと待ってるなんてことはないですよ。だからあれおかしいんですね。それから日本でその海洋にあふれるほどレジ袋や何やら捨てる人っているんですかね。いないと思いますよ僕は。小池さんみたいなインチキの知事はですね、早速もうレジ袋事件が出たら早速東京都はこれをやるなんて言ってましたけど、東京都のプラスチックでそのまま海に捨ててるってのはどこで捨ててるんですかね。僕ちょっとわからないですよ。だけどこのひばりクラブになってから楽になりましたね。皆さんからご提案があったらですね、僕は今のところポケットにレジ袋を突っ込んでおくっていうのが一番いいかなと思ったりしてるんですが、
それで腹いせで腹が立った時はもう捨てる時にもう何しろレジ袋ないもんですからそこら辺にポンと捨てるしかないんですよね。まあ掃除する人が大変だろうなと思うから今日ついつい最後に、ベトベトしてるやつはそっと持ってきましたけどね、まあ、人間の食べるものなんかベトベトしてる時があるんですよ。それでやっぱりレジ袋があると便利なんですよね。なんかもしかするとねこのレジ袋のやつを経産省なんかって決めた人はねあれですよね、多分自分で生活なんかしてないんですよ、金持ちで。誰か部下かなんか買ってくるとかね、食べ終わったらなんか企業の人、あ、なんとか課長、私それ片付けてきますからなんていうような人たちなんですよきっと、と思いますけどね。まあそういうことで、まずひばりクラブ第1回レジ袋、ひばり主義でポケットにレジ袋を突っ込んでおく、しかも全く石油もプラスチックも心配しなくていい、環境汚染もない、石油枯渇もないということで明るくいこうと思います。